て混ぜて牛乳を入れて混ぜて、これがめちゃくちゃ美味しいソースブルラになります。美味しいぞ。ボナペティ。はい、皆さんこんにちは。ブラスリポルキンザ料理長星野照彦です。この料理教室では、普段僕たちがレストランでやっている料理をなるべくそのまま、再現したいと思っています。これを見ながら、皆さんにですね、とって、何か参考になれば嬉しいと思います。それではやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。今回は前回の続きです。前回はこのセロリラボを使ったレムラードっていうのをやりました。今回はこのできたセロリラボのレムラードをじゃあお皿にどうやって持ってどう表現するかっていう、その後編ですね。主役となるのはホタテ貝、そしてソースはブールブラン、この2つを使ってレストランらしい一皿を作りたいと思います。でそのホタテの焼き方、ブルブランの作り方っていうのをまさに僕がですねレストランで普段やっているようなやり方をまあ本当に再現して、お見せしたいと思っています。まあこれを見てもらって、こういうふうにやるんだっていうのをまあ本当に、見て体感して、そしてまあ家で一回作ってみてください。そしてこの、セロリラブの美味しさ、そして、相性の良さですね、ホタテとブルブランの相性の良さ、これをですねぜひ自身の味で舌で味わって、もしよかったらうちの店にも来て味わってみてください。それでは最後までご覧ください。はい、じゃあ今からソースブールブランを作っていきます。まあ、前回のソースブールブラン、その場でできるブールブランもお見せしましたけど、レストランではレディクションをこう作っておきます。レディクションっていうのはエシャロットと白ワインと白いビネガーをベースにこうグッと煮詰めたものですね。これをもうこうなってる詰めた状態ですね。でこれを持っておくとすぐにブルブランできますので、いきますよ。じゃあそれをちょっと作ってみますね。はい、そしたらこれを火にかけます。でブルブランの作り方はいろいろありまして、そのシェフによって考え方はそれぞれなんですけど、ブルブランの難しいところっていうのは、まあ、バターソースなのでバターが分離してしまうってことはとても気をつけなければいけないことですね。でそれを防ぐための少しコツがあるので、それを今日は教えようと思います。いいですか。しっかりともう煮詰まった状態のレディクションレディクションがありますね。ここにこれぐらいの分量に対してほんの少しでいいんで生クリームを入れます。乳化を少し手助けしてくれるようなイメージですね。はい、そして、沸かしていきます。で沸いているところにこれは、コーンスターチですね。コーンスターチをちょっとだけ入れます。これぐらい、ほんの少しコーンスターチの、つなぎをさせます。そうすると少しとろみます。ほんの少しですよ。これやりすぎたらもうダメなんで、ほんの少しだけ、つなぎとして粉を入れます、ね、こういう状態。こうするととてもブールブランが作りやすくなります。ここに、こんなにバター入んないですよ。こんなにバター入んないけど、このバターを1個入れて混ぜて、1個入れて混ぜて、1個入れて混ぜてっていうのをやっていきます。これはブルブラン作りの基本ですね。温度は沸かさない、熱すぎず冷たすぎず。そこにバターを、バターも硬すぎないバターですね、こう手で押せるぐらいのバターを入れていく。で右手はずっと混ぜるんですけど、左手たまにこう鍋を振ってあげてください。そしてバターがしっかり乳化してきたら、また次のバターを投入していく。
基本的には無塩バターで作っていきます。こういう状態ですね。これがめちゃくちゃ美味しいソースブルブランになります。しっかりと作ればこんなにたくさんのバターが入るんですけど、口当たりはとっても軽やかになります。これを沸かせすぎてしまったり、温度によっては卵バターがベターという平面的な味に変わってしまうんですけど、このブルブランの最も特徴的なのは僕は立体的な味だと思ってるんですね。平面的な味っていうよりも口に広がる、縦にも横にも高さにも広がる、そんなようなソースになります。そうするととっても口当たりが軽やかになります。そして味わいはとても深い、そういうソースになります。こう完全に乳化しますね。でエシャロットはレストランではこして使うことが多いですけど、家庭では別にこさなくても十分美味しいですね。今日はもうエシャロットもこさずに仕上げていきたいと思います。ちょっと味見ますね。まだ塩してないんで、美味しいぞ。塩しますよ。温度がとっても重要です。塩もしっかりと決めます。バターなので塩がないとやっぱりバターの味ですよ。だけど塩があるとその最初に入れたレディクションの味がグッと引き立ってきて、でこの最初のレディクションかなり酸味もあるので、そのシャープな味わいがクッとこう出てきます。もう一回味見てみますね。うまい。で今合わせるのは僕はホタテに合わせようと思ってるんで、もう少し塩決めます。これぐらい。塩を決める、しっかりと味を決めてください。濃度はこんな感じになります。最初にフェキュール、コーンスターチを少しでも多く入れちゃうとこのドベーっていう重たいソースになっちゃうので、本当に少しだけですね、入れるのは。もう入れなくてもいいんですよ、本当は入れなくてもいいんですけど、つなぎとしてつなぎやすくするために少し入れたっていうイメージですね。こういう濃度になります。うん、うまい。そしたらこれは横に置いておきましょう。この後サンジャックホタテを焼いていきます。ホタテは、強火で焼きます。原則的にはもう必ず強火なので、フライパンをまず熱します。それからホタテに塩は打たずに焼きます。でこれはまあ、どっちでもいいですけど、少し粉を、ホタテの上部だけですね、フライパンに当てる部分だけ少し塗ってあげると、もちろんカリッと焼ける一つの原因を作ることができます。パンに油を敷いて、しっかり油が流れるぐらい熱々にしてください。テフロンならくっつくことはないですけど、テフロンは熱に弱いのであんまり高温にしすぎちゃうと今度テフロン鍋が壊れちゃうので、
まあ、鉄鍋があったら鉄鍋がいいですね。または、ね、熱に強い鍋があったらいいと思います。で、粉を打った麺ですね。粉を打った麺を下に、で、しっかりと油をかましていく。で、ホタテは動かさない。動かさずに横から見て、横がこう少し茶色くなるまで辛抱します。横が茶色くなるまで。フォアグラと同じような焼き方と考えてもいいかもしれないですね。でもこのフレッシュなホタテはもちろん生でもとっても美味しいので、火を入れすぎには注意してください。なので強火で、断面だけ、表面だけ焼いて、中は生ぐらいでいいんです。ちょっと温かい、ぬるい、生温かいぐらいの中心温度になればもう十分です。狙いは、僕の前の動画でも、鹿の動画でも言いましたけど、ホタテの場合は40度ぐらいですね。39度から40度ぐらいかな。で、表面はしっかりと焼いたら、こっち面も焼きすぎちゃうと火が入りすぎちゃうので、芯も強火で焼くんですけど、そこまで焼きすぎずにも揚げてください。そしたらこれで、盛り付けの方に行きたいと思います。あ、そうだ。そしたらですね、ホタテが焼けたソースブルブランの仕上げいきますよ。ここにピンクペッパーですね。ピンクペッパーを今日は入れます。ただ入れるんではなくて、潰しながら入れてください。潰しながら、グッと潰しちゃってください。はい、これで、ソースブルバンの、ピンクペッパーの香りのするブルバンですね。それでは盛り付けいきたいと思います。はい、じゃあ盛り付けの方いきたいと思います。まずはレムラードですね。レムラード、これをお皿の向こう側に高くこう盛り付けましょう。そして、ホタテには、少しフルードセル乗せてあげて、ちょっとレモン絞ってあげて、でオリーブオイルも少し乗せてあげてください。これでとっても美味しくなります。これを真ん中に乗せます。そしてこれですね、ブルブランですか。はい、これをたっぷりと、これで、セロリラブを使ったレムラード、そしてサンジャック、ホタテ貝のポワレ、ソースブルブランの完成ですね。ボナペティ。ヘスタン級のスマートフライパン、これがスマートフライパンですね。うまい。ボナペティ。これがフランス料理っていうか、こういう超シンプルなフランス料理を、料理教室としてやっていきたいと思っています。こういろんな調理法はフランス料理にいっぱいあるんですけども、それをこのレシピにして、僕はこう
だいぶ落とし込んで分かりやすいように書いて、そしてレクチャーしていこうと思ってます。せっかくこうレストランに来ていただいているので、僕らが普段やっているレストランの少し難しいテクニックとか、そんな技術もですねお見せできればなと思うので、家でできる料理とちょっとできないけど見てみたいなっていう料理、そんなものを少しずつ織り交ぜながらですねやっていきたいと思います。